皆さんこんにちは、キャスト STV の小林です。本日はゲストにですね、爆裂松江塾のあきら先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あきら先生は普段埼玉県で塾をやってらっしゃるということなんですけれども、はいはい、どんな塾をやってらっしゃるんでしょうか。そうですね、うちの塾としては、まあ、小学校、中学校、まあ、そして、まあ、高校生を対象とした塾です。まあ、進学塾ですかね。はい、はい、なんか中学校の結構生徒さんに、はい、まあ、いろいろこう学校の定期テストとか、はい、そういうところを、まあ、かなり高得点を取らせるのが、まあ、かなり上手だと伺ったんですけれども、なんかこう最近ではどうですか、すごい生徒さんいらっしゃいますか。そうですね、まあ、普通に499点とか500点満点ですね。いや、本当に1問か2問しか落とさないっていう子もいますね。すごいな。はい、450取るのが当たり前ぐらいの、ね、なるほどですね。でも、はい、まだもう450点とか取ったら、はい、もう多分成績も相当ね、内申点的にはいいですね、かなりいいですよね。うん、はい、というわけで今日はですね、まあきら先生に、まあ、こうどうやって、まあ、内申点を上げていくかということと、あとはまあその重要性ですね、かつ、定期テストでどのようにすれば高得点が取れるかということについてお話を伺っていこうと思います。はい、まあ、特に、まあ、学校の設置さん、まあ、主にまあ中学校の話が多いと思うんですけど、でも高校生も使えると思うし、あとはまあ保護者の方も動画見ていると思いますので、はい、ぜひあのお子様の学習に役立てていただければと思います。はい、でまあ、早速なんですけれども、はい、こうまず爆裂松江塾さんっていう、まあ、お名前でやってらっしゃるということで、はいはい、結構名前が爆裂しているということで、そうですね、まあ、インパクトはありますね。まあ、普通塾に爆裂っていう文字は使わないと思うんですけど、はい、なかなか使わないですよね。だからあの保護者の人からしてもやっぱりインパクトがあるっていうか、はい、何なのこの塾と。そうですよね、実際うちの塾の看板にも爆裂って入ってます。あ、そうなんですね。はい、なんで爆裂っていう名前を、まあ、うちの塾の代表がやっぱりそのインパクト、はい、やっぱりその求めてて、その、まあ、定期テスト前の対策自体も爆裂っていう名前でやってるんですよ。すごいですね。あとはそのうちの塾の中で超絶っていうのがあったりとか、そういうなんかやっぱりインパクト、求めてますね。ちなみにこう塾としては、はい、まあ、どこにある塾なんですか。そうですね、埼玉県の川越という場所になります。はい、まあ、僕ね、はい、埼玉出身なんですけども、はい、僕は埼玉市とか浦和の出身なので少し離れてますけど、同じ埼玉ということで、そうですね、はい、はい、なんか指導の特徴とかってありますか。やっぱり定期テストとかその辺が強いみたいな。そうですね、まずはやっぱりその高校受験っていうことを考えても、その前にやっぱり定期テストがありますから、はい、で定期テストでしっかり点数が取れないのに、じゃあ高校受験で点数取れるかって言ったらなかなかそれは難しいと思いますので、なるほど、まずはまあ目の前の定期テストでしっかり結果を出すと。なるほどですね。はい、まあ、定期テストというとやっぱりこう気になるのは内申点だと思うんですけれども、うん、こう内申点っていうのはやっぱりこう中学生とかにとっては重要なんですかね。そうですね、特にあの、まあ、埼玉の話をさせていただきたいと思うんですけども、埼玉県の公立高校というのは1年生のうちから、うん、内申が関わってきます。なるほど。例えば大宮高校を目指すって言ってもですね、1年生割合的に1、2年生で1、うん、で3年生でまたこれ2っていう形で1対1対2という形で内申のところが関わってきます。なるほどですね。はい、じゃあ、まあ1年生の頃からある程度成績を取っておかないと、そうですね、まあ、受験に響いてしまう、しまうってことですね。いうことですね。はい、僕もかすかな記憶で、確かにその公立高校を受けるなら成績良くなきゃって学校の先生に言われてた気がするんですけど、その本番入試の点数と内申点ってこうどれくらいの割合でこう、まあ、学校にもよると思うんですけど、こう関わってくるものなんですか。そうですね、まあ、一般的にまあ6対4で、まあ、入試の結果は6、はい、で内申が4ぐらいっていうふうに言われてます。でもあれですよね、はい、こういわゆる高校入試と、まあ、公立高校の入試とかだとあまりこう、はい、まあ、問題が差がつかないと言いますか、はい、めちゃめちゃ難しい問題でこう、ね、私立の入試みたいに差がつかないから、はい、結構内申点でそもそも落としちゃってると逆転が難しいみたいなところもありますよね。はい、なんか僕なんかも一応ですね、はい、僕は私立受けるって考えだったんですけど、はい、まあ、一応成績も取っておかなきゃということで、でも45、9科目で45点中、ね、多分40とか42とかぐらいは取ってたような気がします。はい、そんなに良くないかもしれませんけど、いやいや、でもすごいと思いますね。はい、なんか内申点を上げるってなると、はい、やっぱりこうテストが重要なんですかね。そうですね、やはり定期テストの点数でやっぱりしっかり点数を取っておかなきゃいけない。で、まあ、5を取るって言ったらやっぱり90点以上が必要になってくると思うんですね。ただし、まあ、それだけではなくやっぱり授業態度とか、はいはい、提出物とか、まあ、その辺もやっぱり影響してきますから、はい、そして実技教科も、まあ、要は5が欲しいわけですね。国語で5を取るのも美術とかで5を取るのも結局公立高校を目指すときには同じ
扱いになってきますから。なるほどですね、うん、結構でも美術とか、はい、音楽とか、はい、あと体育とか、うん、結構難しい気もするんですけど、そうですね、なんかその辺は、はい、まあ、塾で教えるってことはないと思うんですけど、うん、なんかこう先生さんにアドバイスとかされたりするんですか。そうですね、どうしてもやっぱり苦手な教科多分あると思うんですよね、はい、ただそれでも頑張れば多分4は基本的に狙えると思います、うん、だから授業を耐えるとか提出物、まあ、期限を守るとか、あとはまあ、実技教科も実は定期テストあったりしますので、はいはいはい、そこでやっぱり平均点以上は取っていけば4は頑張れば取れると思います、はい、じゃあそういうところでまあ4を取り、まあ、受験でも使うところで5を連発して、そうですね、はい、もう目指すところで言うと、はいはい、まあ、もちろんレベルにもよると思うんですけど、例えば埼玉でまあ一番難しいというのは裏高とか浦和一条高校とかだと思うんですけど、はいはい、あの辺りだと内申点でこう目標とどのくらいになるんですか。そうですね、やっぱりトップ層で言うと内申で言うと合格者の平均は41ぐらいです、はい、から、まあ、まあ42とかですかね。42とかですか、はい、はあ、なるほど。もう少しじゃあ例えば大宮高校とか、まあ、でもあの辺も結構同じぐらいですかね。であとは例えば、はい、うちの地区、まあ、塾の近くで言うと川高川城、はい、でも大体まあ40から41ぐらいですね。あ、やっぱ大変難しいですね、はい、逆に中1の時とかにあまりにもサボってしまって、例えば30何とかばっかりとか取ってしまうと結構後から響いてきちゃうというか、そうですね、逆転がちょっと難しくなるってことですね。そうですね、なんかやはりこう1年生の頃から、うん、まあ、一生懸命、まあ、少なくとも定期テストとか、うん、まあ、提出物とかやっていかなきゃいけないということなんですよね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃちょっとここからですね、うん、まあ、定期テストの話について伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずやっぱりこうズバリ生徒さんが気になるのは、はい、いつからやればいいのってことと思うんですよ、うんうんうん、いや1週間前なのか、はい、いや2週間前なのか、うん、いやどうなのってところなんですけど、はい、あきら先生的にこれだっていうのがありますか。そうですね、個人的にはやっぱり最低でも3週間ぐらい前から本当に上位の方を目指すんであれば、スタートする必要はあります。3週間ですね。いや、もう自分の中学時代を思うとですね、はい、何も言えなくなるんですけれどまあ、あのテスト直前詰め込み型で結果を出す子もいるんですけど、はい、あのそうしてしまうと結局、まあ、その時点数が取れてもですね、やっぱり入試っていう長期間の広い範囲の実力テストってなった時に、まあ、短期的な記憶で終わってしまう子はやっぱりなかなか結果を残せませんので、まあ、そういった意味を含めて3週間ぐらい前からきっちりと勉強はしてほしいなって形ですね。あ、でもそれはさすが塾で教えてらっしゃる視点だなと思っていて、はいはい、だから、まあ、ある種その受験というまあロングスパに対して定期テストをの点数は目指すんだけど、そうですね、そこだけがゴールじゃなくて、まあ、長期的にちゃんと、まあ、数学なり英語なり知識を身につけていくっていう視点なわけですね、はい、なんか具体的にこう勉強法でおすすめなものとかってございますか。はい、そうですね、一応まあ3つポイントがあるんですけど、まずまあ最低限学校のワークは、まあ、繰り返し繰り返し反復してほしいと。で、できれば理想を言えば3週間前に1回は全部の教科、合教科ですね、終わらせてほしいなと。3週間前までに、までにですね。だから塾行ってないことがちょっときついとは思うんですけど。確かにそうですけど、でもあれですね、はい、なんかもう普段からしっかりやっとこうということですね。まずそうですね、理想を言えばですね、なんか何週間前だから用意ドンではなく、はい、なんかね、まあ、普段からちゃんとやろうと、コツコツ。そうですね、なるほどですね、はい、はい、でプラスアルファはやっぱり90点以上目指すんであれば1冊だけだとなかなか難しいと思いますので、うん、あの市販の教材であったり、はい、まあ、塾に通っている子であれば塾の教材であったり、はいはいはい、あるいはまあ通信教材でもいいと思うんですけど、うん、やっぱりもう1冊ぐらい利用してですね、自分の苦手なところをしっかり潰していく必要はあると思います、うん、はい、そこはまあ全部やるというよりはまあ苦手なところとかで大丈夫ですかね。なるほど、はい、で余裕があればまあ全部やるという形ですかね。なるほど、うん、でまあプラスアルファもう本当に90後半100点を目指すんであれば、あの学校の先生が言ったことをメモを取るということですね、うん、はい、でまあ、塾の先生でもいいです、学校の先生でもいいです。気になるところはあの教科書の端っことかノートとか空いているところにメモを取っていただいてですね、まあ、忘れないようにしておく、そして、まあ、テスト前に見直すっていうことですね、つまりプラスアルファのところを、まあ、拾いに行くみたいな感じですかね。なるほどですね。いや、僕はほとんどもう一夜漬けばっかりでしたね。すごいですね、一夜漬けで。いやいや、本当にもう僕は全然定期テストはそんなによくなくて、一応提出物とかですね、はい、まあ、授業態度がそこまで悪くなかったので、まあ、さっき言ったように42とか取ってましたけど、はい、そんなに成績はあのよくなくてですね、一応僕高校で開成高校入ってるんで、はい、すごいですね、そんなに学力低くないんですけど、でもあの160人いる学年で、はい、あの定期テストだと40番とか40番
後半とかだったり、じゃあ決して1番2番3番とかって言ったわけじゃなかったんですね。全然ないですね、全然ないですね。もうみんな結構、はい、その、まあ、僕最大付属中というところなんですけど、はい、結構ガチな子がいるわけですよ。裏子行きたいとか一条行きたいみたいな、はい、そういう子はやっぱりもう無双してくるの でこっちはもう一夜漬けかもう下手すると中3とかだと、はい、もう学校の定期テストで点数を取ろうと思ってない部分もあったりして、あんまりしっかり勉強やらずに臨んでしまっていたりするともう全然勝てなかったりするんで、やっぱそういうところはあるかなと思いますね。はい、まあ、でもそうやってしっかりと、まあ、1年生2年生の頃に、まあ、定期テストの点数を、まあ、高めつつ、ね、かつ実力をつけていけば、うん、まあ後から、まあ、別に私立中心に勉強するのか公立中心に勉強するのかっていうのも選べますもんね。そうですね、はい、それは多分すごくいいことだと思っています。なんかこう爆裂松江塾さんでは、うん、先取りとかっていうのはあまりしないんですか？基本的には学校の授業の2週間から、まあ、早いと1ヶ月ぐらいの先取りはしてますね。 なるほど。あとは中3になって受験になった時に、まあ、数学とか英語、うん、夏ぐらいから先取りっていう形でやってますね。あ、なるほど、はい、そうするとやっぱり学校のちょっと前のことを常にやりつつ、はい、うん、まあ、学校の勉強で、まあ、ちょっと復習みたいな感じにしつつ、ね、さらに自分の勉強でそのワークというか、そうです、ね、あの問題集やってみたいな、うん、もうそれ最強ですね。爆裂してますね。3段階ですね。すごいすごいすごい、はい。まあ、そんな感じで、まあ、やられてると思うんですけれども、はい、やっぱり これからですね、また高校受験とか、はい、まあ、目指されたりとか、はい、まあ、もしくは高校生でも今おっしゃるように、まあ、テストをまあ頑張ってやんなきゃいけない、はい、特に推薦とか考えてらっしゃる方はと思うんですけども、はい、まあ、そういう方とかあと保護者の方に向けて何かこう成績をまあ維持する、特に定期テストを中心として、はい、まあ、やっていくための何かアドバイスとかメッセージがございましたら、ぜひお願いいたします。はいはい、今までちょっとあの中学生に向けて話をしてきたんですけども、やはりあの高校生に向けてちょっと話をしていきたいと思うんですけど、あの私立大学の定員の厳格化が進んでますから、はい、あの本当にもう高校1年生のうちからですね、しっかりとまあ定期テストまずは勉強してもらって、指定校が狙えるところにいる、うん、あるいはまあ国立を狙ってもいいと思うんですけども、まず学校の勉強が基本ですから、そこのところをまあしっかりと、でその先まあ取れていった時に、じゃあ最終的にどうするかっていう形で、あの国立に行くのか、ね、私大に行くのか、あるいは指定校に行くのかっていう形を選択していったらいいと思うんですよね。だからもう本当に中学で勉強はおしまいじゃないと、高校に行っても頑張ってほしいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。実はあきら先生は YouTube もやってらっしゃる。そうですね、まあ、最後の最後になっちゃって申し訳ないんですけれども、はい、YouTube やってらっしゃるということで、はい、概要欄に URL を貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。はい、僕もちょっと見たんですけど、はい、今日ね、あのお話しいただいた話がより具体的に定期テストのスケジュールだったりとか、はい、やっぱこの高校だったら内申点なんてみたいな動画とかも出されてらっしゃるので、はい、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上です。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、これからもですね、キャスタイス TV ではこういったいろんな、ね、受験のテーマについて動画出していきますので、ぜひこれからもご視聴ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この度私が就活イベントに登壇することになりました。その名もガチドラです。ガチドラとはどんなイベントなんでしょうか？はい、就活生の方向けの企業マッチングイベントです。なんと企業がドラフトを行い、皆さんのことを指名します。面白そうなイベントですね。小林さんはいつ登場するんでしょうか？6月の22日、7月の20日など、おおよそ月に1回登壇させていただきます。詳細は概要欄に説明の動画をリンク置いておきますので、ぜひご覧ください。毎回定員制になっていますので、早めに申し込みするといいかなと思います。それでは皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。